1週間で完全理解トラリピ初心者ガイド第2回トラリピ最初の設定はどうしたらいいのかということで、前回ですねトラリピの概要というか、大体をお伝えしました。今回は具体的な設定です。で、初心者の方向けの設定としてブログではですね少額でできる20万円設定というのをご紹介しています。で、具体的にどんな設定かと言いますと、できるだけ早く30万円にします、はい、で初期費用20万円でいいんですけれども、できれば30万円がいいです。できれば30万円がいいです。これはリスクを抑えるためです。で、右の画像の設定が20万円設定なんですけれども、リスク面を極力抑えた設定にしています。ただ20万円だとちょっと高いんですね。ちょっと高いです。なので、できれば追加で10万円早めに入れていただくということになります。で、設定の詳細はこの後解説していきます。これで設定完了ですね。で、リスク面を分かった上での真似はいいんですけれども、真似しただけの設定はダメです。なので、この今回の動画を見て、ただ単に真似するではなくてね、きちんとどういうリスクがあってなぜそういう設定になっているのかというのをご理解いただけたらなと思います。で、20万円設定の収益は1ヶ月数千円ほどで利回り 10% 前後を想定しています。で、20万円だと、運用益少ないかもしれないんですけれども、これをだんだん運用金額を増やしていって運用益を増やしていくということですね。じゃあリスク面ですね、ここから詳しく解説します。はい、で、トラリピの今のリスクを試算しました。仕組みですね。まずこの右の画像見えますかね、ちょっといろいろ書いてあるんですけれども、下の方ですね、一番右下にロスカット見積もり額というのがあるんですけど、その左にロスカット水準というのがあります。これはですね 75.704 円なんですね。若干ずれるんですけれども、その相場によってねずれるんですけど、基本的に、この値でロスカットされるということですね。で、現在、これカドル円って言ってカナダドルと日本円なんですけど、現在カドル円が86円とかかな、なんで10円ぐらいあるんですけれども、このロスカット水準っていうのは 90.2 円から設定してるんですね。で、 90.2 円から全部の注文が刺さった時に75円なんですよ。で、今86円ぐらいだとしたら、86円からガーッと下がっていってね、注文が刺さっていくので75円よりも下まで耐えることができます。90.2 円と86円4円差がありますので、だいたい72円か71円ぐらいまでは耐えれるはずなんですね。で、必要資金の合計というのもあります。23万328円なんですが、これもですね、90.2 円という一番上のところから全部刺さった時の必要資金の合計です。なのでですね、今86円だとしたら、86円7円だとしたら、そこから下がっていった時はですね、23万円も必要ないということなんですね。はい。で、設定は 90.2 から 74.2。これが買いの設定ですね。で、91から107。これは売りの設定です。で、買いはですね、1、円安、74.2 から75とか76になれば利益が出るわけですね。買いはですね。で、売りはですね、107から106、105と下がっていけば、運用益が出るというふうに思ってください。で、リスクはほぼ一緒です。 90.2 から 74.2 16円の幅で、91から107円16円の幅で、設定も一緒なんで、やってることは一緒です。はい、要は過去のチャートを見て、74とか70とかっていうのは低い水準な、下の水準なんで、上に上がっていくということなんですね。で、91から107は高い水準、円安水準にあるので、どんどん、ね、107、106、105と運用益が積み重なるような設定にしておいた方がいいということなんですね。で、ロスカット水準、先ほど言いました 75.704 なんですが、77円ぐらいになったら、ね、資金追加してください。77円でもちょっと怖いかもしれないですけど、ロスカット水準が 75.77 なので、近づいてきたら早めに入れないとちょっと怖いかもしれないですね。はい。で、資金追加でロスカットを広げることができまして、プラス10万入れますと、この右下に 70.744 っていうのがあるんですね。はい。プラス10万入れるだけで、一応5円ほど下げることができまして、70.744
だと過去のカドルエンでいくと、まあそこまで下がっ、なんていうんですかね、 70.7 までいくっていうことはあんまないですね。はい。でちなみに75.704 っていうロスカット水準は過去10年で3回ありました。はい。なのでまあまあロスカットされます。はい。まあこの10年で3回はどう取るかなんですけど、直近で言うと2020年のコロナショックの時に、下回りました。ただ70円っていう水準になるとですね、リーマンショックの時だけです。なのでここ10年ではロスカットされないということなので、なので30万円で運用した方がいいですよと伝えているわけですね。20万円で運用すると10年で3回ロスカットされます。しかし30万円で運用するとリーマンショック時以降ロスカットされてない計算になりますので、まあほぼほぼ問題ないだろうということなんですね。はい。でまとめです。まあ結構ね難しい内容で、なってしまったんで、もし分かんないという方はですね、概要欄、あるいは概要欄に載ってますかね、 Twitter、LINE とかいろいろ連絡手段あるんで、そちらで連絡いただけたらと思います。 YouTube のコメントはですね、ちょっと通知を今切ってるんで、もしかしたら反応が遅くなったり、あるいはずっと気づかないままの可能性があるんで、もし質問の方はですね、Twitter とか LINE、 Twitter が一番早いですね、はい、DM いただければと思います。で設定は75円台後半でロスカットですね、ロスカットされる設定になってるんで、20万円で運用すると75円台後半でロスカットされます。はい、されます。なので早めに資金追加して、できれば30万円にしてくださいと。で30万円で運用した場合のロスカットは 70.744 になります。で2010年以降は一度もロスカットされてない水準ですね。はい。でこれは買いで今説明しますけど、売りもほぼ一緒なので、まあ、上下逆になったぐらいに思ってください。はい。で、だんだん資金と設定を追加していって、まあ、運用益を高めていきましょうということですね。まあ、YouTube で今回説明したんですけど、概要欄にブログ記事ありますんで、そちらご覧ください。このチャンネルでは、人生大逆転ということで、月収10万円から人生逆転するまでの道のりを発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回動画は以上です。ありがとうございました。